岐阜の異端児パッキーです。今回は村人会、またか村人多くね。身分を確認してください。さあね、ここは9人部屋で、村人に占い1、目を閉じてください。狂人1、ハンター狩人道、人狼2かな。朝が来ました。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。昨夜は誰も死にませんでしたと、そりゃそうだ。2番のプレイヤーは発言してください。ありがとうございます。女の子や。私は使用はないです。あと、あ、真の JK 使用しときます。終わります。 JK やって。3番のプレイヤーは発言してください。自分は白、村人で死ぬときに思いっきり発狂してしまいます。すいません。何言ってんだ。死んだら発狂してしまいますので、もし、発狂されたくなかったら殺さないでください。なるほど、うまいな。多分リアル小学生やな。してください。うまいな。こんにちは。村人です。まあ、ワイも高校生なんで、よろしく。やべえ、JK が2人おる。のプレイヤーは発言してください。おはようございます。特に CEO はないです。 AK って言いたいとこなんですけど、大学生です。あら、お願いします。俺は大学生の方が好きよ。6番のプレイヤーは発言してください。ねえねえ、お前ら聞けよ。俺占い師だぜ。7番占ったんだけど、人狼スレスレ雑魚7番なんか死ねばいいんだよ。もうお前死ね雑魚。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。6番さんの後でちょっとめっちゃ冷静やな。めっちゃ冷静や。とりあえず JKCO だけしておきます。JK 3人目。6番さんが私のこと黒出ししたので一応村じゃないのかなって思ってます。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。まあ、坊ちゃんはちょっと、なんか、リア強っぽいんで、ちょっと、避けていきたいと思います。特に、しようはないです。9番のプレイヤーは、はい、どうも。まあ、どうなんやろうな。ちょっとわかんないね、何もわかんないけど、今んとこね、ちょっと6番が、ちょっと不穏な空気をね、醸し出しとるな。1番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。とりあえず私より若い子が多すぎて、発狂しそうです。そうだね。はい、以上です。間違えた、村人です。2番のプレイヤーは発言してください。あ、違います。JK 対抗が多いのがちょっと困ります。占いは6番さんだけですかね。占い結果は7が黒把握です。以上です。7黒なんや。じゃあのプレイヤーは発言してください。まぁ、ちょっと6番がちょっとマジでちょっとすげえやばいっすね。はい。で、6番やばすぎて、もう自分は村人で死んだらマジで発狂します。はい。何言ってんだ。4番のプレイヤーは発言してください。6番の占いに対抗がいないことを信じたくないです。以上です。本当やな。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。あんまり対抗がね、出なかったことが信じがたいぐらいの狂いやったと思うんですけど、信じるしかないのかなって感じです。あと、JD 対抗が多分いなかったと思うんで、ここは視線見てもらって大丈夫だと思います。6番のプレイヤーは発言してください。なんで対抗出てないのに俺、死ねよ。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。6番狂人院で占いがまさかの多分潜伏としか私は見れないです。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。さっき JK じゃなくて JD 使用し忘れました。あと、なんか坊ちゃんは死んで見たくないけど、なんか死んっぽい気がするんで、7かなって思います。以上です。9番のプレイヤーは、そうですね、坊ちゃんがね、とても死んとは思えないけど、
まあ、対抗いないし、信じようかな。だから、7番に投票します。で、まあ、ちょっと、女の子多いんでね。すごい嬉しいね。まあ、俺はちなみに JK よりも JD の方が好きかな。1番のプレイヤーは、合コンみたいな、これ、ほんと。まあ、まあ、6番は、まあ、シーンと見たくないんですけども、とりあえず見といて、まあ、とりあえず、まあ、どれに入れたらいいかわかんないんで、7番に入れます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。オラじゃないべ。7番のプレイヤーが選ばれました。まあまあまあ、6番シンとは思えないけどね。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。6番のことを一生恨みます。夜が来ました。目を閉じてください。夜が来ました。朝が来ました。朝が来ました。昨夜死んだのは、あ、下り坂のターンが JK が死んだ。マジか。5番のプレイヤーは発言してください。5番のプレイヤーは、はい、おはようございます。まあ、占い結果を聞くしかないのかなって思ってます。あと、投票対象がちょっとおかしいって思われるかなと思って、おかしいな。ちょっとそこの弁明だけしときたいなと思うんですけど、まあ、2個あって、1個はただの把握漏れなんですけど、まあ、もう1個は JD 対抗だったので、入れても大丈夫かなと思って入れました。じゃあ、6番さんお願いします。女の戦いやな。6番のプレイヤーは発言してください。俺さ、今日さ、8番占ったんだよね。でさ、うん、白だったんだけどさ、昨日さ、8番、俺の言うこと聞いてないんだよ、カス。死ねよ。お前死ねよ。今日8番するから、みんな言うこと聞けよ、ザコ。ひでえな、6番。8番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。対抗したの悪いんですけど、まあ、JD はシンなんで。あと、5番さんが私に入れたんで、5番さん怪しいかなって思います。あと、まあ、坊ちゃんはちょっとやばいと思うんで、スルーします。9番。のプレイヤーは、はい、そうやな。俺も5番が8番に入れたもんで、そこちょっと怪しいなって思っとるんやけど、だから5番に入れようと思うんやけど、ちょっとね、個人的に3番が死んで発狂するところが見たいんで、まあ3番釣りたいっていう気持ちもあるって感じですね。1番のプレイヤーは発言してください。坊ちゃん8連れていく。ラナイさんが、まあ、白を釣りたいってことで、まあ、うん、まあ、女の勘で2番いきます。以上です。2番なんや。2番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。6番さんが8番に白出し把握です。なので、今日は1953の中から決めたいと思います。あと、昨日9番さんが、JK よりも JD と言ってたので、うん、JKCO を撤回して JDCO に変えてきます、うん、以上です。超嘘つきじゃん。2番。3番のプレイヤーは発言してください。おうちゃん、なんでこの人が言うんだよ。そんな汚い言葉自分も聞きたくないんだよ。マジで吐き入れるけど。じゃあ投票を始めてください。面白いな。 3番小学生なのに面白いこと言うな。5番でいいか。違う、私じゃありません。何かの間違いです。さあどうなるかな。3番、あ、3番やのプレイヤーが選ばれました。やべえ、いやいや、キモいから死ねとか言われてる。3番が発狂するの見たいな。3番のプレイヤーは発言してください。なんでみんな、なんで信じてくれなきゃすんだよ。来ました。目を閉じてください。朝が来ました。朝が来ました。昨夜死んだのは、あ、8番死んだ。8番。ってなるとやっぱ5番かな。9番
のプレイヤーは、はい。まあ俺、昨日5番に入れたもんで、まあ5番だとは思うけど、まあ占い結果聞いて決めます。1番のプレイヤーは発言してください。まあ2番に投票したのは、まあさっき言った通り女の勘なんですけども、まあとりあえず占い結果によって、まあ最後決めたいと思います。あれ ?2 番のプレイヤーは発言してください。ちょ、2番うるせえ。はい、おはようございます。なんか、昨日1番さんが私に投票してきたので、ちょっと怪しめで見ています。あと、6の占い師がちょっと信用できませんが、それを聞いてから判断しようと思います。以上です。あ、JD でーす。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まあ、JD 対抗カンだって思われるかもしれないんですけど、うん、もうさっきから、もう一人、多分、二つとも、ね、声が途切れすぎ。もし自分が行くとしたら。なので、自分じゃないです。5番何言ってるかわからん。5番何言ってるかわからんかった。プレイヤーは発言してください。みんな聞いて、2番占ったけどさ、うん、黒なんだよ。イエーイ、雑魚2番。雑魚マジ雑魚。人狼側雑魚。いや、俺強。雑魚、お前らしね。雑魚、2番釣れよ、雑魚。はい、勝ち。投票を始めてください。これ、坊ちゃんすごいなぁ。占いのプロやな。2番のプレイヤーが選ばれました。本当に終わるか？ゲーム本当に終わった。坊ちゃんプロじゃん。お疲れ様です。ありがとう、ありがとう。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そじゃ。